ズは世界中にあるさまざまな問題をいつまでに解決していこうという計画目標でしょうか。2030年。正解。正解。すごい。子どもたちが雪の上で SDGs について学んでいる。ここは国内最大級の規模でスキーの聖地とも言われる長野県白馬八方尾根スキー場。地元の子どもたちに地球温暖化について知ってもらいたいとこの日イベントが開かれた。このイベントを主催しているのがスキー場のリフトを再生可能エネルギーっていう、知ってる再生可能エネルギーって、松沢瑞希さん50歳と太田美希さん43歳の2人だ。雪があるのは当たり前ではないんだよっていうことを伝えながら、何年後かも、まあ、同じように雪があるといいよねっていうことを伝えられたらと、はい、思って始めたイベントです。参加した子どもたちは楽しいし、SDGs にもよく知れると思います、地球温暖化を悪化させるのは CO2 だとかということを学べるのでよかったです。まだです。2人には会社からある使命が課せられている。それはスキー場を再生可能エネルギーで運用するというものだ。そのきっかけとなったのが雪不足。八方尾根開発によると、白馬村はこの30年の間で平均気温がおよそ1度上昇し、年間の降雪量も100センチ減少しているという。2018年12月にはゲレンデの雪不足で日中も降雪機を稼働し、下山ルートを確保した。20年の2月にはリフト乗り場付近の雪が溶けてしまったこともある。降雪機のないゲレンデはほぼほぼ空いてないですね。下山はできるぐらいの、本当に人一人分通れるような感じのコースをもう寄せてコースを作った感じで。そこでスキー場の運営会社は気候変動問題などに取り組む専門部署を発足させた。その名も SDGs マーケティング部。この部署を任されたのが環境問題に大きな関心を抱いてきた松沢さんと太田さんの2人。一体どのような対策が行われているのか。長野県にある白馬八方尾根スキー場。このスキー場を運営する会社は2020年6月に SDGs マーケティング部という部署を発足させ、環境問題に取り組んでいる。そのきっかけは雪不足。スキー場にとっては死活問題となる雪不足に危機感を抱いた会社は、スキーヤーなどが中心となり気候変動問題に向き合う環境団体パウジャパンとパートナーシップを結んだ。冬を守るっていう、スローガンを掲げて、世界各地に組織があるんですけれども、この気候変動の問題を自分たちスキーやスノーボードの立場からこう解決できる社会にしていくために、さまざまな活動を行ってます。その後会社は SDGs マーケティング部を立ち上げ、太田美希さんと松沢瑞希さんが任された。地元出身の松沢さんは1995年からこのスキー場のパトロール隊として勤務。その間白馬の自然の変化を見続けてきた。自然の変化っていうのをずっと見てきて、ちょうど環境問題取り組む部署ができるんで、そこでやってみないかっていうふうに話をいただいて、今とても必要な時代になってきているので。2人がまず取り組んだのが
スキー場には欠かせないリフトだった。このリフトも CO2 フリーを使ったリフトになります。まあ、スキー場として、まあ、電気はすごいたくさん使ってますし、まあ、地球温暖化が進んで雪が降らないっていう中で、まあ、そういった CO2 をたくさん排出するというそういった矛盾を、まあ、少しでも解決させるためにまずはスキー場のリフトを徐々に再生可能エネルギーに変えてみようということで。再生可能エネルギーとは太陽光や風力、地熱といった温室効果ガスを排出しないエネルギーのこと。それらを使用した電力会社と契約を結び2020年から脱炭素化へ向け切り替えを始めたという。今では22基あるリフトのうち16基が再生可能エネルギーに切り替わっている。さらに人工降雪機56台の稼働電力も再生可能エネルギー化。年間 CO2 排出量をおよそ1000トンの削減が期待されているという。この取り組みに利用客は。 SDGs ってどこの企業もやっぱ心がけてやってることなんで、スキー場も素晴らしいやってることは素晴らしいことかなと思います。雪山で自然の中で遊ばせてもらってるから、はい、ありがとうございます。なるほど。素晴らしいですね。どの国もそのような取り組みをするべきだと思います。尊敬しますよ。さらに2人の活動は脱炭素化以外の場にも広がっている。2年前から私たちが始めたリフト犬の回収ボックスがこちらに。プラスチックでできたリフト犬を使用後に回収し除菌、データを書き換えて再利用することでプラスチックごみ削減を実現している。そして2人の活動はスキー場内で働く他の部署の意識も変えていった。イタリアで6年間修行を積んだ鈴木慎吾シェフが腕を振るうレストランでは。こちらは白馬 の地元のビーツを使っております。肉も野菜も魚もなるべく地元で取るものを使うようにはしてますね。地元のものを食べたいっていう気持ちがあるので、食材はやっぱりね、地元のものをやっぱり使っていきたいっていう気持ちは自分で、はい、ありましたね。この地産地消の取り組みは鈴木シェフ自らが提案し、フードロスや運搬によって発生する CO2 削減にもつながっている。環境問題へ危機感を持ち SDGs マーケティング部という未知の部署へ飛び込んだ松澤さんと太田さん。今後の活動については。白馬ってとても自然が美しいところだと思うんですよね。それは、まあ、スキー場ももちろん雪がたくさんあって、夏は夏でもう本当にここは日本かっていうような景色が見られるようなところがたくさんあるので、まあ、そういった素晴らしい環境をたくさんの子どもたちに見せてあげる機会が作れればいいなっていうのは思っていて。結構やることが多岐なんですよね。だから本当は私たちのこの部の数が人数が増えるっていうことよりも、みんながそれぞれに取り組むっていうことの方が重要なのかもしれないね。いや本当にさまざまな取り組みを行っていますよね。SDGs 専門部署で気候変動問題に取り組む太田さんと松澤さんに思い描く未来図を描いてもらいました。こちらは2人に描いてもらったものです。まず画面向かって左側のウィンターシーズンと、そして右側のグリーンシーズンに分かれているんですね。左側を見ると
VTR にもあった CO2 フリーリフトがあり、雪だるまなどを作って子どもたちの笑顔や多くの雪であふれるスキー場にしていきたいといいます。そして右側は春から秋のグリーンシーズンです。雪が溶けたゲレンデにはゴミがたくさん出るなどの問題もあるそうです。そのため対策を講じ、ゴミのないゲレンデを目指したいそうです。このような取り組みでオールシーズン豊かな自然を楽しめるスキー場を未来に残していきたいということです。はい、